はるかです。実は私、人の心が読めちゃうんです。大変なこともあるけど、でも真鍋くんや ESP 研究会の先輩たちに出会って何か変わりそうな予感が。私は超能力の証明とかしたくないんですけど。なんでこの状況でそんなエッチなこと考えてるの？見返りでエロスを要求するつもりね。本当に人の心が読めちまうんだ。やべえよ、超能力マジやべえ。エロいこと考えちゃダメなんて男にとっては拷問だぞ。私たち ESP 研究会の目的、それは超能力の存在を科学的に立証し社会に認めさせること。自分の見た目があれなのはよく理解してるからね。僕は君の頭の方が心配だよ。真鍋ちょっといい？やっぱ琴浦さんだ。同じクラスの森谷日和よ。